新規開拓の条件と地場産業の見直しっていうのをまず最初にお話ししてみたいと思うんですけども、まず新規開拓の条件と地場産業の見直しっていうところで、こういう項目で進めます。まず導入、それから営業担当者の資質と営業ツール、それからモチベーションアップ、それと実践事例紹介、それから実践事例のまとめと今後で、最後に周南市広島市でのシミュレーションっていうのをちょっと簡単に作ってみたんですけども、あんまりいい結果は出なかったかなっていうこともあります。で、でもそれを叩き台にしてやってもらえればいいと思いますので、何かの参考になればと思ってます。でまず導入なんですけども、やはり東京でもそうなんですけども、どうしても観光庁とかの入札、そういうもので苦しむ機会が最近増えてるんじゃないかなと思います。で入札を待つとか、それから見積もりが落ちるのを待っていては、まず我々のスタンスとしては良くないよということですね。それから、新たな市場の開拓が、これはもう皆さんご存知だと、当たり前な話だよなと思うんですけども、新たな市場の開拓が必要だと。でそれから新たな市場の開拓が分かるんだけども、具体的にどうやればいいのかって、多分その辺をものすごく悩んでらっしゃる。もちろんうちも私自身もそうなんですけども、ただこういうことっていうのはもう当たり前で分かってるんですよね。ただ分かってるんだけれども、実際にそういうことをやってるんですかっていうことです。やってみないことには話にならないんで、でそれでうちでやってみた内容を今日お話ししていこうと思ってます。でそこでまず一番最初に大事なのは、これはもうどうしても必要なんですけども、営業マンの、営業担当者の、性格ですよね。それとあと営業ツールというところで、営業担当の資質としてはやはり、動き回るということ、これを苦にしないということですね。お尻が重くてあんまりなんか行くべきところにいつも行って帰ってくるだけの営業マンじゃ、これはもう今のこれから話する内容ではもう成り立たない。で、動き回る、要するに歩き回る、それから、聞き上手であり話し上手であるっていう、そういうところ、それからあとは社内で、営業マンの場合どうしても仕事もらってきますよね。でその仕事をどうやって回すかっていうことが非常に重要で、この期限までにこういうことをやりたい、その途中途中でこういうスケジュールでやっていきたいんだっていうことを、やはり協調性がないとどうしても社員との話し合いっていうのはうまく流れないんじゃないかと思います。ですからどうしてもこれから新しくもし採用されるんであれば、こう今言ったような、性格の営業マンっていうのをやっぱ見抜かないといけないだろうなと。で、そんな余裕が当然あまりないわけで、現状でいる営業マンをじゃあどうするかって言ったら、やはり教育しかないんですよね。ただ性格の面があるんで、その辺っていうのはなかなか治りはしません。ただそれでもやはり近づけるという努力は会社側でやっぱりしていかないといけないんじゃないかと思います。でじゃあそういったような立派な営業マンがまずいるという前提で立たないといけないんですけども、じゃあその営業マンがどういう形で、営業先に行くのかっていうと、基本的手法の実施っていうところで、ルーティン営業はダメだよと。もう毎日行って仕事ありますかね、どうですかっていうような営業マンじゃ全然お話にならないと。で、顧客に、あとはお客さんも今忙しいですからね。で逆に皆さんの会社によく生命保険の会社の営業マンが来たり、いろんな営業マン来ますよね。そういう時にこれちょっと嫌だなって思う営業マンいらっしゃいませんか。そういう営業マンにはなっちゃいけないということですね。ですから僕が一番思うのは、お客さんに時間と手間を取らせない、でも簡潔にすぐに分かるような営業スタイル、これをまず望んでます。でそれが
これ新規開拓の話ですよ。それが徐々に広がってパイプが太くなっていくといろんな話ができてくるようになる。でそれまでにやはり時間かかりますけどね。であと名刺交換だけでは当然ダメです。全くダメで、じゃあ名刺交換するんではなくて、名刺交換なんていうのはもう本当に簡単なもんでいいと思うんですけど、もう本当にここに書いてあるような、うちの場合だとカメカメニュースっていうのを作って配ってます。でこのカメカメニュースっていうのはどういったものかっていうと、まあカメカメニュースじゃなくて別のものでもいいんですけど、どういうものが大事かっていうと、何でもいいから豆知識的なこと、自社をアピールするっていうことはあんまり好まれないと思うんですね。そういうのは他の会社でもいっぱいアピールされてますから、豆知識的なも全然関係ないもので、特に地域情報なんていうのは非常に面白いと思います。地方でも遠くから来てる、出張でこう来てる、長期出張で来てるような人いたりすると思うんですけどね。そういう人に今のこの山口だとか広島だとか、そういうところの歴史的なことだとかですね、何でもいいと思うんですよ。特徴あるなんか豆知識的な部分をこういうニュースの中に盛り込んであげる。でそれから営業マンである自分自身はこういう人間なんですっていうのも入れとくと、別にそこのところは言葉で話しないでも相手に伝わるわけですね。後で見てもらえればですけども。であと大事なのは、その受け取った時にどんな感じだったかなっていうこと、これ後でまたお話しますけど、訪問してこれ渡しますよね、これちょっと簡単ですけど、簡単なもんですけど読んどいてくださいっていう程度で帰ると。でその時の相手のこう受け答えっていうのをその営業マンが記録をしておくっていう。で会社だったらまた行っても平気そうだな、あそこの会社はダメだなと思えば行く回数を増やしたり、あそこは行かないとか、そういうふうに決めていくってことですね。でその次の社内のモチベーションアップというところなんですけども、新規開拓を全員で共有していかないと営業マンにとっては非常にストレスがたまりますよということです。新規開拓っていうのは特にそんな簡単なもんじゃないですよね。ですからすごく長い期間にわたって種まきをするような感じなんですよ。ですからその種まきしている最中、成果が全然現れない時期が長いんですね。ですからその部分のストレスっていうのはやはり、その一人の営業マンにだけ押し付けて何か仕事を取ってこいっていう状況を作るんではなくて、やはり新規開拓が大変なもんなんだと、じゃあこのニュースをみんなで作ろうよと、新規開拓するための営業ツールをみんなで作ろうよっていう、そういう意識の共有っていうのが非常に大事だと思います。そうすると営業マンも非常に楽な気持ちで一生懸命働けると思うんですね。とにかく一人でも多くの社員を巻き込むということで、例えば文章についてはその営業が、他の営業もいますよね。そういう営業マン同士で文章を作ってみるとか、それからレイアウト、イラストとかはもう、制作の部分がやったり、それから写真は、例として書いてあるだけですけど、工場の方で印刷のメンバーが写真撮ってきて、そこに入れ込んでみようとかね。とにかく仕事を分担してこのニュースを作るっていうことが必要かなっていうふうに思います。で、とにかく直接関われない人の役割っていうのは、情報の提供をしますよとか、文章は営業って書いてありますけど、それにこだわる必要ないと思います。情報の提供を営業マン以外の人がね、得意な人いたりすると思うんですよね。そういう人にちょっと地域行って情報を拾ってきてくれよと、文章行って調べて、文章書いてくれよと、そんなようなことがあってもいいのかなと思います。であとは写真の提供とか、その他の手法への積極的参加をとにかく全員でやっていくと。
それで営業マンの気持ちが非常に楽になると思います。でそれから2つ目の社内のモチベーションアップっていうところでは、これはもう普段やっておいた方がいいなと思うんですけども、仕事をやっていればどうしてもミスとかクレームが出ますよね。で、クレームっていうところまでは出さない方がいいと思うんですけども、どうしてもミスっていうのは発生します。でそのミスについてなるべく 100% に近いぐらい報告を出してもらうと。でそのミスっていうものについて二度と繰り返さないような体制作りをするっていうことを社内でみんなの約束ごとにするっていうことで、随分モチベーションが上がってきてます。ですから失敗してもそれはしょうがないんだよ。ただ2度3度同じ繰り返しは失敗はしちゃダメだという話をしながらレポートは出させるということが一つと、あと工場見学っていうのも非常に面白いなと思います。工場見学行くことで、ただ工場見学はですね、そこに書いてありますけど、できるだけ自社と似てるような会社に行った方が即役に立つのかなと思います。でその工場がどういうところで工夫しているのか、環境整備だとかそういうこともあるだろうし、あと仕事の流れのことでもあると思いますけども、そういうものを少しでも多く社員が聞いて会社に反映させると、こういうところは取り込んだ方がいいなと。それからあとそういう工場見学であるとか、それからミスクレームの問題だとか、そういうものは必ずどこかで、みんなで話し合う場面が必要だと思います。営業会議で話し合う場合もあるでしょうし、社員全体の会議で話し合うという、いろんなケースがあると思いますけど、必ず何かをやった後にそれをみんなで話し合いしながら解決していくと。そういうことによってミスクレームだとかそういうのもレポートも非常にすんなりと出やすくなってきます。で、ちょっと見づらいんですけども、ミスクレームのところでは多分配られた資料の一番最初に最後の方に現物がついてますけど、どのくらいの価格のミスをしたんだっていう数字も、出してます。ただそのレポートが出たことで落ち込まないようにはしないといけないと思いますけども、一応でも出すべきものはやっぱ出しておいた方がいい。でそれによって意外と隠し事をしないっていうことがなくなるんで、モチベーションが上がってきます。それで当然ミスもなくなってくるし、効率も良くなってくると。でそれからモチベーションアップの3番目なんですけども、ちょっとこれ倫理的な話なんですね。これさっきの会議で話が出ましたけど、東京グラフィックスの方でやった、くず餅屋さん、船橋屋さんっていう方、ここは206年続いてる企業です。で、日本にはもっともっと長く続いてる企業はあるんですけども、じゃあなんで日本は、日本はというか、世界でも稀に見る老舗が多い国だそうなんですね。でじゃあなんでそんなに長く継続する理由があるのかっていうのが、そこに書いてある3つのことなんですけども、2つ目に書いてある赤で書いてあるところですが、企業存続を血族よりも重要視していると。必ずしも自分の血族に代を移すっていう前提で企業をずっとやっていくということではなくて、良ければもう本当に社員を登用するというような考え方で、そういうことっていうのはやっぱり社員はやる気になりますよね。でとにかく企業を血族で、ずっと世襲を守っていくということではなくて、そうじゃなくて企業を続けていくんだという考え方を持つっていうことが大事だと思います。それからあともう一つは昔から日本人はものづくりに長けていると、これ現状でも世界的にも素晴らしい技術を持ってますけど、そういった力があるということが
日本の企業は長く継続した理由だそうです。それから老舗が持つあの企業理念というところなんですが、これはあの三方よしの考え方が、日本の企業にはあります。それとあと様々でなんですけども、共通点の多い部分、この老舗という企業についてはどこの会社をとってもやはりあの社員教育っていうのが必ずありますよというお話でした。それから2行目に書いてある、先代からの預かり物だというふうに、自分の会社は先代からの預かり物なんだと。であとはあの陰徳の精神っていうのがあるらしいんですよ。これちょっと僕はあんまり知らなかったんですけども、まあ、自分の徳っていうのをあんま表に出すなと、あんまり自分はこういうことやってあの素晴らしい人間なんだみたいなね、あのかっこいいようなことばっかり言ってる人間ってやっぱりあんまり好かれないですよね。だから特にあのそういうのは表に出さないで、あのまあ控えめな影の力みたいな、縁の下の力みたいな、そんな感じでいた方がいいのかなっていうふうにおっしゃってました。でそれからあともう一つは、これはもう会社で社員には一番やってもらいたいなと思うのは創意工夫ということですね。このいうお話をあのされてました。ちょっとあの倫理的なお話でしたけど、まあ、これはあの今度あのジャグラ BB の方で流れますので、ぜひ聞いてみてください。非常に評判の良かった番組でした。あの番組セミナーでした。でじゃあ実践的に先ほどまで話したようなあの営業マン、まず資質的にも ある程度揃ってる営業マンがいて、で資料が揃ってという状態で、じゃあどうすんだいということなんですけども、あのまず準備としては、事前の準備としてはさっき言った営業ツールなんかしらあった方がいいですよということですね。 あんまり本当にあのうちの会社でこんなもの作ってますとか最初からそういうことではなくて、もうとにかくこの地域にうちの会社はやってるんです、もうそれだけでいいと思います最初は。で、それからあとじゃあどこ回るんだよと、営業マンがどこ回るかっていうためには前輪の住宅マップっていうのがあるんだそうですね。でこれはあの買うと結構高いらしいんで、あと変わりますから図書館でコピーをしてたそうです、うちの営業マンは。これは非常に役に立ってます。でじゃ あのその下に書いてあるのは、例えばなんですけども、地区とか業種別一覧表を作って、じゃあそこを回ろうという、これは一例ですよ、一例です。で、地区業種別で、例えばこの前輪住宅マップのところに書いてありますけど、自分の会社がこの矢印のところだとしたときに、そこから半径100メートルにある企業、そこを全部回ってみようというようなやり方、これが一つです。目標ですよね、何でもいいから目標を立てて、あのそれを全部やってみるということです。でそれからもっと広範囲でも構わないですけども、じゃあ今度僕は、税理士事務所とか病院だけ回るよとか、それから社団とか財団だけ回るよとか、そういった目標を立ててもいいのかなと思います。とにかく目標が必要だということですね。むやみやたらに回るっていうんではなくて、目標があった方がいい、いろんな角度からの目標があると思います。でそのじゃあ回ったところをの訪問先リストを作んなさいということですね。訪問先リストの話はまた後でお話しますけども、記録を残すってさっきお話ししましたけど、記録を必ず残す。で、じゃあその今お話しした訪問先リストというところで、リストの項目としてはまずどの地区なのか、まあ、僕のところはあの亀戸なんで亀戸1って書いてありますけど、亀戸1丁目地区を回りますと、丁目でうちはなんか仕切ってたみたいですけどね。でそれでその亀戸1丁目の中に、ビルがこういろいろあったり、まあ、ビルじゃないところもあるかもしれませんけど、そういった建物の名称を記入する欄があると。それからじゃあその建物の何階なのか、
それからお得意先の名前ですね、まあ、まだ得意先に実はなってないんですけど、それから業種が何なのか、従業員数は何なのか、それからホームページが思っていればホームページの URL も事前に調べておいた方がいいでしょうと。でそこまではまあ調べる、事前の調べる内容なんですけども、活動レベルメモ、ここのところは訪問した結果のところです。訪問した結果、ここは広報誌だけ配って置いてきたという結果だとか、それから何回か行ってるうちに、取引ができたとか、それから取引開始っていう言葉を使ってますけど、それから案件の発掘ができたとか、そういったような言葉で分類をしているようです。でそれからメモとしてはなんか簡単なこと何でもいいですから、例えばここはセキュリティが厳しくて入りづらかったとか、そんなような何かしらの記録を残しておくということが重要だそうですね。で、実践事例の、その訪問の成果というところなんですけども、実際に営業マンが歩いてみるといろんなことが見えてくるそうです。つまり訪問による地域、自分のその地回った地域の必ず何かしら形があるんだなと、傾向と成果、そういうものが見えてくるそうです。やっぱり地域によってある塊のところには似たような業種のものってやっぱ多かったりするんですよね。でたまたまうちの場合で調べたところは、ある地域は鉄鋼業がものすごく多かったと、それからガラス関連企業が多かったっていうことに気づいたって言ってます。ですからこのうちの場合ですとね、鉄鋼業のある会社と取引ができるようになったんですよ。で一箇所できるようになると別の鉄鋼業の会社にも行きやすくなるんですよね。あそこの会社と取引、うちは取引してますっていうことがまず言えますから、何にもゼロの状態だとやっぱり行ってもそういう会話がまず出せないんでね、一つの会話として同じ鉄鋼業のあそこの会社でやってます、息子でやってますっていうだけでも話題が一つ増える。であともう一つは鉄鋼業同士で、ジャグラと一緒ですけど、鉄鋼業同士で組合があったりするんですよね。そうすると、あそこの人か、じゃあ今度組合ってちょっと聞いてみようかとかね、なんかそんなように会話がだんだんとこう進んでいくっていう、そういうつながりが必ず取れるということです。で、実際にその2社取引が鉄鋼関係で取れたという実績なんですけども、これは、そこの枠の中に書いてあるように、相手先がどういう状況だったかっていうと、現状の取引先への、まあ、印刷会社への不満が実はあったということです。でこれもちょっと別の人から僕聞いたんですけども、割と大きい会社っていうのはそんな簡単に取引先を変えないみたいなんですね。だから非常に入りづらい状況なんです。で営業マンも行きづらい状況らしいんです。ところがお客さんにしてみると、取引先の印刷会社がずっと変わらない状況なんで、そこに実は不満があったりするらしいんですね。ですからそういうところに飛び込みで行ってうまく話ができるようになると、実はこっちもありがたいし、お客さんの方も来てもらって非常に嬉しいという、非常にそういうタイミングがここ2つともそうだったそうですね。タイミングが良かった。でこれはやっぱりいろいろ歩いてみてようやく分かったっていうことだそうです。とにかく歩いてみないと分かんない。それからあともう一つは亀戸っていう場所、まあ、こちらはこちらでね、歴史的な部分が非常にあると思います。山口っていう地域は文化的な町であるっていう、そういったものも非常にセールスの中では出していってもいいんじゃないかなっていう思います。でこれも、区の施設との取引ができたりした部分でいくと、区役所にまず行ってみたところで、
そこで意外とおし知らなかったことを教えてもらったのが、金額の高い、あ、ごめんなさい、低い印刷物っていうのは担当者が直でできるそうなんですね。担当者の判断で。ですからそこの中でデザイン性が良かったり、他の区内業者との取引を、ごめんなさい、デザイン性が良かったりすれば、条件が合えばその担当者の裁量でもう仕事が取れたりする、そういうことがあります。ですから必ずしも見積もりばっかりではないと。もちろん数字的には向こうは数字知ってますからね、大体の基準的な数字を。だからそれとかけ離れてたりすれば全然違うんでしょうけども、そんなにはべらぼうに違うこともないと思うんで、その辺の案文うまくやれば入れる可能性はありますよということだそうですね。で、今まで話した内容をちょっとまとめてみますと、実践事例のまとめということで、ツールと資料を準備するということでしたね。訪問先には簡潔で明瞭にしなさいということ、それから、訪問の方法を決める、これは目的を明確にしなさいと。回る地域、それからでもいいし業種でもいいし、その回る面積ですね、そういうものでも何でもいいです。とにかく目的をはっきりしなさいと。それから、計画的にがむしゃらに歩き訪問すると、まあ、がむしゃらっていうのはむやみやたらに回るということではなくて、決めた目標に対してがむしゃらに行くという。とにかくそれを、やらないと、毎日コツコツやらないと、成果は出ませんということですね。それと、訪問途中でも、新たな情報は、必ず記録してきなさいと。ここうまくいきそうだなと思えば2回目当然行きますよね。でさっきの表の方にあんまり細かく書いてなかったんですけど、何日に行きました、でうまくいきそうだからじゃあ2回目は、1週間後に行こうとか、そういうようなことも記録としては書いておいた方がいいと思います。それから今言った訪問記録を詳細に残すということ、それから可能性のある訪問先を徐々に絞り込んで、照準を合わせていくと。だからもう完全にダメだなと思うところはこれ行ったってしょうがないわけですよね。それだったらばまた違う目標を作っていく方が大事なんで、可能性があるところをどんどんどん少しずつ照準を合わせて少なくしていくと。 100件最初あったところを最後10件だって5件だっていいと思うんですよ。可能性があるところ、そこに集中していくということですね。でもその段階では次の目標に今度動き出すと、並行して動き出す。あと地域を理解することで徐々に何をすればよいのかが見えてくると。先ほどついさっき話したような、この地域はこういう事業系の企業が多いんだとか、そういうことをやっぱり知っていく必要があるということです。で今後どんな方向で今実績が出た部分が、多少ですけども、金額でも本当多少なんですけどね、僕はそれでいいと思ってます。まだ出始めなんで。ただその一段階達成したんで、今後どういうことをやっていくか、今後どういう方向性でいくかっていうことをもうすでにその営業マン考えてるんですけど、今度私は、従業員50人以上でかつ本社が地元にあるところ、そこを目指してきますと、そこを訪問してきますというふうに決めているようです。やはりある程度大きいところで、まずとにかく最初は名刺だとか封筒だとか、そういうところからもう地道に入っていくつもりでやってますから、やはりこのぐらい大きいところだったりすれば、名刺の回数だって多いですよね。で名刺の回数があれば受注しに取りに行きます、それから納品するの時に行けますと。行ける回数が増えるわけですよね。だからそういうことを大事にしてるみたいですね。であとは本社がやっぱり地元にないと厳しいんですね。決済いいよっていう決済出るのに時間がかかったり、もうそこの担当者は判断できないっていう部分があるんで、手っ取り早いといえば本社が地元にあるというところを選んでいる。でその先の目標としては
個人商店だとか個人直出版だとか結構やっぱり自分で本を書きたいっていう人がいるんですよね。でそういうところにやっぱり回っていって話をしているうちにぜひ自分でも本を書きたいなと思えるような状況にしていく。でそのためにやはり自分それぞれ皆さんの会社で、作ったような本とかですねそういうものをやっぱりイメージして、こういうものをうちで作ってるんだというものを営業マンがある程度頭に入れて持っていかないだっていいと思うんですけど頭に入れて知った上で訪問するって、そういうことが大事だというふうに思います。それで仮に、周南市でのシミュレーションやってみました。その後広島のシミュレーションもあるんですけどもまずちょっと一番上にあるのは亀戸の僕の会社のある亀戸の、条件入れてみたんですけどもまず面積が 2.52 平方キロメートルなんですね。亀戸っていうのは非常にまあ狭いでその中に人口が5万2千人ほどいてで密度がこういう数字 で企業数が2800社、そうすると企業密度が、1111社、まあ、数、パー、平方キロメートルという数字になったんですね。で周南市の全体だと非常にでかいんですよね周南市で。ちょっと僕は地理的なことが分かんなくて、まあ、あと調べても何て言うんですかね市役所の市役ホームページで調べたんですけど徳山地区とか新南洋地区とかこういう分け方なんですよ。うん、昔の僕は随分山口だからおかげさまで勉強させてもらいましただから僕が外でにいる全然知らない僕はこの簡単にこのぐらい分かるんで皆さんだったらもっといろんなこと数字出てくると思うんですね。でそういう数字をうまくまとめるとやりやすいんじゃないかと思うんです。で徳山というところの数字赤丸してあるのを見ると、徳山 339.87 平方キロメートル、亀戸のこれが、面積が150倍ですよね。150倍の面積のところを営業マン回れってこれちょっと厳しいんです。でまあ、仮にまあその面積のところ企業密度っていうと18社なんですよ。ですからちょっとこの数字の取り方は、僕のやり方間違えてるなと思います。だからまた違う角度での数字の取り方をした方がいい。でも絶対に前方さん可能性あるんですよ、だからこういうものをとにかくやるということなんですよね。だから前方さんの会社は若宮町でしたっけ、はい、にあるから若宮町のあたりでもし可能性があるんだったらその辺で数字を調べてみればいいんです。で営業マンに目的持たせる、まあ、営業マンが調べて自ら目的作れば一番いいんですけどそういうやり方をすればいいんです。でいろんな角度なんでこれは本当にちょっとあんまりいい資料では僕はないと思いますけどやり方の一つとして参考にしてください。で広島の方なんですけど広島の方は、中区っていうところが一番面積的に、狭いところで 15.34 平方キロメートル、そうなんですかね、でそこで行くと企業数がものすごいんですよね。1万7000社あるんですよ。で企業密度としては1132、これ亀戸の密度と同じぐらいなんですね、ただ面積がちょっと広い。だから亀戸の大体、6倍、うちの会社僕が対象にした面積地域の6倍の面積のところで、考えた場合に企業密度としては同じぐらい。だから密度ですから、まあ、ほぼ同じ条件だということですからちょっとまあ広すぎるんですけどね、まあ、そこをうまくじゃあ今回は中区の中のこの地域回ろうとか次にこの地域回ろうとかそういうふうに目標を変えていけば中区最終的に全部回ればいいのかなと思います、
それで1万7000社全部回ればいいんですよ。簡単なことですよ。簡単ですよ。ええ、簡単ですよ。社長がやるんじゃなくて営業マンがやるんで、まあできないことはないと思います。やる気になれば、ええ、でも可能性があるんでね。本当に絶対やった方がいいし、成果が出ればもうニコニコだと思いますよ、営業マンは。というのがまず第一部の方のお話でした。どうもありがとうございました。